自殺投票。卒業1週間前にグループチャットに現れた謎のアカウント、公式自殺投票。大切なのは命か、それとも友達か。もう来週で卒業だよ。ほんと3年間早かった。高校生になってもみんな仲良しでいようね。って言っても、さっちゃんとゆりな、同じ高校でしょ？勉強しなかった組でーす。イエーイ。高校でもよろしくね、さっちゃん。うん、よろしく。高校で誰が一番最初に彼氏作るかな？ゆりなじゃね？いやいや、ダークホースで、あゆみじゃない？私、好きな人もできたことないのに。そういう人ほど猛烈な恋に落ちるのよ。猛烈なね。なんじゃそりゃ。でも順当に行けば遥かじゃない？確かに。だって可愛いもんな。遥かは天使。逆に遥かに彼氏できたらなんか腹立つな。私たちでちゃんと面接しないと。ちょっとスマホ見てなかったらめっちゃメッセ溜まってた。天使ご降臨。やめてよ。そんなこと思ってないでしょ。思ってるよ。いい加減自分が可愛いって自覚せんかい。なんかごめん。てかさ、公式自殺投票が参加しました。え、誰これ。出た、最近流行りのスパム。でも変じゃない？誰も招待してないのに。確かに。どういうこと？命は大事だよ。皆さん、こんばんは。自殺投票の公式アカウントだよ。自殺投票って何よ？なんか怖い名前。日本にある2867万1379のグループチャットから、公平な抽選のもと、あなたたちのグループが選ばれました。皆さん、拍手。これ、公式のイベントか何か？こんな不謹慎なアカウントで？確かに、それもそうね。まずは皆さんに自殺投票を説明しましょう。自殺投票とは、深夜0時にグループチャットの中から自殺してほしい人に投票します。は？投票は匿名で行われるのでご安心を。投票後は自殺者に選出された人以外で自殺方法を決めます。自殺者は12時間後の正午までに自殺をしなければいけません。もし自殺を行わなかった場合、このグループチャットの誰かが自殺者と一緒に心臓麻痺で死にます。なお、得票数が割れた場合は得票の高い人全員に自殺していただきます。また投票しないということも可能ですが、その場合は全員心臓麻痺で死ぬことになるのでご注意を。それでは百聞は一見にしかずですので、早速やってみましょう。意味わかんない。帰れよ。そうだそうだ。あの、どういうことでしょうか。悪ふざけとしては同行していると思うのですが。命は大事だよ。投票開始。ねえ、画面にみんなの名前が出てきたよね。電源も切れないし、誰かに投票しないとこのチャットに戻れなかったんだけど。タイムアップ。それでは開票するよ。塩月あゆみ0票、川波ゆりな1票、田辺幸子0票、山下千穂0票、戸谷遥0票。はーい、出揃いました。今回の自殺者は川波ゆりなさんです。ちょっと、ほんと怒るよこういうの。通報しようか。それでは自殺方法を選んでいただきます。1、首を包丁でかき切る。2、首吊り自殺。3、入水自殺。
まただ。また画面全体に出てきた。今回はどれか選ばないと閉じないから気をつけてね。みんな選んだの？やっぱり電源切れない。ウイルスか何かかな。わからないけど選ぶしかなかったよね。自殺方法が決まったよ。川波ゆりなさんの自殺方法は1、首を包丁でかき切るです。では明日の正午をお楽しみに。ねえ、誰が投票したの？私に。ユリナ、落ち着いて。きっとこんなの誰かのいたずらだから。そんなの関係ない。誰かが私に投票したのは間違いないでしょ。それは事実でしょ。それとも歩みなの？そういうつもりじゃ。私は違うよ。投票画面が消えるまで待ってたもん。さっちゃんだよね。だってさっちゃん、誰かに投票しないとこのチャットに戻れなかったんだけどって言ってたじゃない。仕方ないじゃん。だって突然あの画面が出てきて動かせなくなったんだもん。でもなんで私なの？私に恨みでもあったっけ？たまたまだよ。適当に選んだの。そしたら私しか投票してなかったから。でも、もし私が投票してなかったら、みんな死んでたんじゃないの？確かに、そう言ってたよね。みんな、一旦落ち着こう。自殺投票なんてバカバカしいよ。自殺なんてしなければいい。真に受けちゃダメ。そうね。もうすぐ卒業なのに、喧嘩しちゃダメだよ。みんなで仲良く卒業しよう。千穂、そうだね。ありがとう。もう寝て、忘れることにする。